こんにちは。りのすけとあっちゃんのママです。お父さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかお花がすごいね、なんかたくさん咲いてるよね、うん、そうです ね、 ね、うん、これもお世話してくれてる人がいるんだろうね。うん、そうだよ ね、 綺麗だよね、うん、これでもいろんなお家のなんか植木でもたくさんあるような種類だよね。そうです ね、 ね、うん、全然こう花は詳しくわからないけど、本当なんでこんな綺麗な色なんだろうね。花って不思議だなと思うよね。うん、そうです ね、 ね、うん、なんか龍之介も嬉しそうだけどね。嬉しそう。なんかね、うん、この花のね色もなんかショッキングピンクみたいなね、不思議だよ ね、うん、花ってね、うん、あちゃんはなんかお散歩の時はもう大体こう尻尾がくるんとするようになったね。なんか、うん、そうですね。ね、怖いことがあった時以外は大概、うん、笑ってるしね。笑ってるし。ね。かわいい。ね、相変わらず龍之介の真似っこはしてるけどさ、うん、あのちょっと寂しいのがさ、うん、僕らへの振り返りが若干減っちゃったね。そうですね。ね、ちょっと減っちゃったね。なんか確認こう一個見てくれるとやっぱ嬉しいけどさ、うん、ちょっとチラッチラッて見る数が前の方がもっと多かったよね。うん、そうです ね、 ね。最近はこうちょっと歩いてからチラッてぐらいになったかな。うん、ね。コメント読ませていただきます。はい、お願いします。ゆきさん。ありがとうございます。こんにちは。うちの犬3匹は柔軟剤の匂いが大好きです。匂いがね結構濃い匂いっていうのかね、なんか好きな子いるよね。龍之介もあっちゃんもね、だっておやつとかもさ、ちょっと僕らが書くと臭いって思うさ、うん、あの砂肝とか大好きだもんね。うん、そうです ね、 ね、うん、お父さんやママさんがおっしゃっていたように匂いがきついのではと思い使わないようにしていたりしましたが、匂いのついてるものを探して持ってくるのできついと感じてないようです。ただ好きな匂い嫌いな匂いはあるようです。あ、そうなんだよね。あ、
確かに好きな匂いと嫌いな匂いっていうのはあるんだよね。うん、そうですね。ね、本当にさ、うん、匂いを嗅ぎ分けるってすごくてさ、うん、あの本当にこうなんか成分の細かい一つ一つまで匂いを嗅ぎ分けたりできるんだよね。うん、そうですね。ね、だからあの、うん、病気が分かったりさ、うんうんうん、癌を見つけることができる子とかさ、うん、そうですね。ね、うん、コロナの感染も見つけられる子いたでしょ。いたいた。ね、あれなんかも本当にこうさ、うん、細かいこう細分化できるんだよね。小さな小さな匂いをさ、そこがね、あの犬の本当すごい特殊な能力だよね。さっきママがさ、龍之介がさ、はいはい、あのうんちの匂い嗅いじゃってさ、やめてってなってたでしょ。うん、そうですね。ね、ああいうのもさ、人間がね、単純ただうんち臭いなとかって。あちゃん何やってんの？あ、まあそうそう。その匂いがさ、何十万倍とか何百万倍強く感じるんだったら本当大変だもんね。そうです ね、子供の時だから僕もさ、犬ってそうなんだろうなと思って強く感じるのに大丈夫なのかなと思ってた時確かにあったんだよね。はいはいはい。だけどうんちの何か、ね、細かい人間ではさ、機械でも判別できないような小さな匂いを細かく嗅ぎ分けてるんだよね。そうですね。すごいけどね、でもなんか、ただ嗅いでるだけのようにも分析してるような難しさはなさそうなんだけどね、龍之介の顔を見る限りではね。うん、そうです ね、 ね、続いて陽子さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。龍ちゃん3歳のお誕生日おめでとう。優しいママのとこに来れて一生幸福幸せだよって。ありがとうございます。ありがとうございます。これもあの結構前のね動画だったんで、うん、もうすぐ7月か、まあもうすぐってまだ1ヶ月ぐらいはあるけど ね、 そ、 うでね、うん、それで龍の誕生日が来て、うん、次が4歳か、うん、そうです ね、 ね、そう、うん、早いね、うん、7月でじゃあ龍之介が一緒に家族になって、うん、はいはい、2年になるんだね。7月になったら ね、 そうです ね、 ね、あっという間だったね、うん、続きまして舞さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでしかって感じ。あ、これあっちゃんのね写真でね、なんでしかって感じ。あっちゃんいつも応援してるよって。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、花名ゴンタさん。ありがとうございます。ありがとうございます。りゅうちゃんあっちゃんの日常が見れる、ずっと見ていたい動画。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あと昨日の動画でね、すごい、はい、多くの皆さんからあっちゃんの隠す姿が可愛いってね。そうですね。ね、あっちゃんがそうこう一生懸命こう隠すんでね。で、隠したいからママもね、あの水色の、ね、うん、そうですね、布を出してあげてね。うん、で最後にさ、ポンポンってやるんだよね。一応ね、一応ポンポンポンってさ、なんか人もポンポンってなんかやった後ポンポンって確認みたいにするけど、あっちゃんもやるところがまたね、すごい可愛かったよね。こういう可愛い動画を、ね、見逃さないためにもぜひぜひね、このベルのマークをポチッと押してもらうと、こちらが通知ボタンになってますので、はいはい、あの見逃さないためにもぜひぜひね、あのベルのマークを押してない方はぜひ押してください。チャンネル登録もしてない方はぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいねボタンも待ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。Bye-bye.